材料はフェルト、ハサミ、接着剤、針と糸。黄色いフェルトを2枚、手が入る大きさくらいに切ります。赤いフェルトを半分に折ります。折り目側を黄色いフェルトの山の端に合わせます。合わせたら黒線のところを切りましょう。切り終わり広げるとこんな感じです。黄色いフェルトの上に赤いフェルトが重なった状態のまま山になった部分を縫っていきます。点線の部分を縫いましょう。縫い終わったら縫っていない部分を上に折りたたみます。その上にもう1枚の黄色いフェルトを重ねます。重ねたらさっきと同じように縫います。点線の部分を縫いましょう。次は両サイドを縫っていきます。ここも点線の部分を縫いましょう。縫い終わったら裏返します。次に耳の位置を決めましょう。位置が決まったら縫い合わせていきます。縫い終わるとこんな感じです。最後に接着剤で目と鼻をつけたら出来上がり。1歳の男の子がママと一緒にパペットで遊んでくれました。今回は食べ物のおもちゃを使って遊んでくれています。簡単なのでぜひ作ってみてくださいね。